哺乳類、哺乳類、哺乳類、英語、マメルズ、マム、エル、革命、は、脊椎動物に分類される、生物群である。分類階級は、哺乳鉱とされる。基本的に、有性生殖を行い、現存する多くの種が体制で、父で子を育てるのが特徴である。人は、哺乳図名の中の霊長目人か人族に分類される。 哺乳類に属する動物の種の数は、研究者によって変動するが、概ね四千三百から四千六百ほどであり、赤作動物門の約十パーセント、講義の動物界の約零点四パーセントに当たる。日本及びその近海には、外来種も含め、約百七十種が生息する、日本の哺乳類一覧、大立 SD、Y 石橋、MA、岩佐、&T、 サイトウエズ、ザワイルド・マメルズ・オブ・ジャパン、小華道、巨頭、2009を参照。哺乳類という言葉は、1758年、分類学の父・リンネによる、自然の体系第十版において、初めて用いられた。ラテン語の字には、乳房のを意味する。哺乳類は、ドイツ語のサウゲティアの訳である。サウゲン、母乳を飲むと、ティアー、動物に由来している。 ほは、口で取る、ほ、あるいは口で支える、タスクという字の成り立ちら、口に含む、喰らうことを表すが、口に含ませる、食物を与える意味ともなり、哺乳とは、哺乳瓶、哺乳器などというように乳を飲ませて育てることである。哺乳類の起源は古く、すでに三条気候期の2億2千0 0万年前には、最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息していた。 そのルーツは、古生代に繁栄した、炭油ミ類、シナップスイダのうち、木のドン類、サイナダンテアである。炭油ミ類は、爬虫類の総油味類、ダイプスイダとは、石炭気中期に分岐し、独自の進化をしていた。炭油味類は、ペルム期末の大量絶滅において壊滅的なダメージを受け、キのドン類など、ごくわずかな系統のみが三畳期まで生き延びている。 一時期再び勢力を挽回するものの、すでに主流類などの勢力も伸長し、単ユミ類はすでに地上の覇者ではなくなっていた。そして、三畳紀後期諸島の大絶滅を哺乳類と共に生き延びたのはトリティロドンかのみであった。しかし彼らも白秋前期には姿を消している。また、同じく三畳紀には、すでに哺乳類の他のグループから分岐する形で、単行目が出現している。 単行目は減損するが、これは乱性であることや、相配質空を持つなど他の哺乳類とは大きく、異なる構造を持ち、最も原始的な哺乳類の形をとどめているとされる。酸素濃度35%のペルムキー鉱は、リグニンの分解能を獲得した菌類による木材の分解により、酸素濃度が徐々に低下しジュラ気候期の2億年前には、 酸素濃度は12%まで低下した。機能は、横隔膜方式よりも、効率的に酸素を摂取できる機能がある。低酸素化でも、その機能を維持できる機能を有した一部の総輸ミ類は、反映することができた。哺乳類の祖先である、単輸ミ類は低酸素環境下で、その種の大部分が絶滅することとなった。なお、哺乳類の肺機能は、酸素分圧0.1気圧。 酸素濃度10%以下で呼吸困難になり、酸素分圧0.8気圧、酸素濃度80%以上で肺の組織が酸化される。恐竜の前世時代である、ジュラキ、白紀の哺乳類は、ネズミほどの大きさのものが多かった。しかし進化が停滞していたわけではない。白紀前期には、それまでの有体類から分岐して、すでに有体万類が登場している。また、 中国から発見された大型の哺乳類の化石、胃のあたりから未消化の恐竜の子供が見つかっている。これは、哺乳類が恐竜を捕食していた例もあったことを意味している。恐竜を含む、主流類が繁栄を極めた時代には、哺乳類は、夜の世界など主流類の活動が及ばない時間、場所などの日地に生活していた。魚類、両生類、爬虫類、 蝶類には4タイプの衰退細胞を持つものが多い4色型式核。現在、蝶類などに比して哺乳類の資格、取り分け式核が全般的に劣っているのも、この長い夜行生活を経て、大部分の哺乳類の資格が2色型式核に退化したためと考えられている、二次的に3色型式核を獲得した霊長目競技した目などを除く。 約6400万年前、鳥類とワニ類を除く主流類が絶滅し、次の新生代では、その空白を埋めるように哺乳類は爆発的に放散進化し、多種多様な種が現れて、地上で最も繁栄した種となった。現在では、地中や水中などを含め、地球上のほとんどの環境に哺乳類が生息している。 単イユミ類の系統は、哺乳類以外はすべて絶滅した。哺乳類は、従来は口述する顎関節の特徴で定義されてきた。しかし、近年、中間的な化石が出現するなど、この定義が適用できない場合が増えたため、原生種を含む最も小さい単系統となる、要、系統学的に厳密に再定義することが多くなった。これにより、リハメ。 モルガヌコドン目などの原始的なグループ、ここでは代表的なもののみ記したが、哺乳類から外れることになる。それらを含めた従来の広い意味での哺乳類を哺乳系類という。これらは化石では確認しにくい。以上である。次の特徴は哺乳類の特徴と言われることがあるが、正しくはあくまで一部の系統の特徴である。哺乳類の葉は一般的に それぞれ別の機能を持つ形状をとっており、摂氏、門氏、剣氏、全球子、小球子、球子、大球子の4種類に分化している。魔獣類の基本数はイノシシに見られる方顎あたり、摂氏3、剣氏1、全球子4、球子3だが、これが揃っている種は少なく、植生により葉の耐火したものや、白磁羅類のように同形葉を持つものもある。両生類や、 爬虫類は同系馬であり、蝶類は歯を持たない。蜂バ全球種と球蜜は、歯間に高頭と呼ばれる膨らみを複数持ち、複雑な形をしている。また、蜂バの子根は2本以上に分岐している。脊椎動物の色覚は、網膜の中にどのタイプの水体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、蝶類,蝶類には4タイプの水体細胞。 4色型四規格を持つものが多い。よって、これらの生物は、超波長域から短波長域である、近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプ、2色型四規格しか持たない。哺乳類の祖先である、爬虫類は4タイプすべての水体細胞を持っていたが、2億2500万年前には、 最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に感知する L 水体の2水体のみを保有するに至った。これは、赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤緑色網の状態である。 この色覚が、哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。霊長類地下ビサルア目は、メガネザルシタ目とシンサルシタ目に分岐する。この分岐の際にシンサルシタ目の X 染色体に位置する衰退子物質に関連した色覚の多形が顕著になり、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つメスに限定した三色型色覚の再獲得につながり、 さらに、競尾しためのオスを含めた主全体の三色型式核の再獲得へと繋がることとなる。新サルシための競尾しため、旧世界ザルト交尾カメ、新世界ザルトが分岐したのは3000から4000万年前と言われている。人を含む、旧世界の霊長類競尾しための祖先は、約3000万年前、性染色体である X 染色体に位置している。 赤を中心に感知する L 水体から変異した緑を中心に感知する新たなタイプの水体、M 水体主物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つメスのみが三色型式規格を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異を起こして、 同一の X 染色体上に2タイプの水体物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも三色型色覚を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。三色型色覚はビタミン C を多く含む色鮮やかな果実等の発見と生存の維持に有利だったと考えられる。なお、時代をって、 人の四季角に鑑みるに、人が属する競技しための魔角猿に四毛が人よりも非常に少ないことを考慮すると、人の祖先が狩猟生活をするようになり三色型四季角の優位性がくなり、二色型四季角の等端圧が下がったと考えられる。交尾メのヨザルは一色型四季角であり、ホエザルは競技しためと同様に三色型四季角を再獲得しているが、これらを除き、 残りの新世界ザル、コウビカメはヘテロ接合体の X 染色体を2本、持つメスのみが三色型式核を有し、オスはすべて色盲である。これは、胸ビシタメのような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は、蒸気のようなレチョウ目胸ビシタメの祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M 水体を欠損した。 X 染色体に関連する赤力色毛が反性劣性遺伝をする。男性では X 染色体の赤力色毛の遺伝子を受け継いでいると色毛が発現し、女性では2本の X 染色体とも赤力色毛の遺伝子を受け入れている場合に色毛が発現する。なお、日本人では男性の4.50%、女性の0.165%が 先天赤緑子規格異常で白人男性では約8%が先天赤緑子規格異常であるとされる。その他の哺乳類の二色型子規格の例外として最近の研究では有体類には三色型子規格が広がっている可能性がある。有体類の内袋猫、ポッサムで三色規格が認められている。棄却類とクジラ類は一色型子規格である。 かつて哺乳類は、厳重和光、異ズナ、獣重和光の三つに分類され、厳重こうと異重ズナは雑多な原始的哺乳類を含んだ。しかしその後、別系統だと判明した多くのグループが外された。厳重和光は、かつての分類群と共通点が少ないため、厳重こうという分類群は解体されたとして、新しい名称のオーストリイラスフィニーダで呼ぶことも多い。 獣はこに近いグループは、獣はこと合わせて新たなグループに分類された。しかし、名称や分類には異説もある。階層も、絶滅群を詳細に考慮すれば、ここに記したより多くなるが、研究者により一定しないため簡略化した。原生種を含むグループは、獣獣はこう、こう獣下綱、新獣下綱の3つである。三畳期に出現。 男性、原生のものは一目のみ、オーストラリア大陸にのみ生息する。白秋後期に出現。原生種はすべて有体類、マウスピーアリアに含まれる。体盤が不完全で、育児脳で子を育てる。アメリカ有体多めは南北アメリカ大陸、オーストラリア有体多めはオーストラリアのみに生息する。原生のものは六目前後に分けることが多い。 詳細は五十四角な。白秋後期に出現した。現在も繁栄。原生種はすべて有体万類に含まれる。原尊哺乳類のほとんどがこのグループに入る。原生のものは大きく四上目に分けられる。二十目前後に分けることが多い。伝統的な分類は現在の分類に比べ以下のような相違点がある。日本では明治維新以来、木名には 月種名、霊長目等、原名のラテン語を、おおむね忠実に簡約した漢名が用いられてきた。一般にはしばしば、月種類、霊長類のように、類が歓用されてきた。だが、1988年文部省の学術用語集動物学編において、メイカの名称をすべて金書きにし、木名は、ネズミ目、サル目のように、それぞれの動物群を代表する、動物名。 金ながきに変えるという改定がなされた。しかし、例えば、猫目、食肉目の猫ア目と、アシカア目、犬浄化と、猫浄化のように、ア目、浄化のような比較的高い階層の分類階級による動物群は、それぞれ他のグループとは明らかに異なる特有の性質を持つものであり、一つの階、分類群の名前、猫によって、目という大きなグループの全体、 猫犬イタチクアライグマパンダアシカアザラシ、セイウチなどからなる食肉目を代表させることは必ずしも直感的なわかりやすさにはつながらない。それゆえにラテン名においても動物の名で代表させた分類単位の名前は浄化よりも貝の分類階級でしか用いられない。さらに近年の研究により玉、ひずめめとくじらめの詳細な系統が明らかにされ、 クジラ玉、ひずめ目が創設された。これを金カきの原則に当てはめると、クジラ牛メとなる。また、サルメヒとかは、教科書にも全く採用されていない。また、以前からの慣用として、どの分類階級であるかにかかわらず、の仲間を、類と書くことがあるが、かつての慣名ならば、例えば、月詩類といえば、それが、目の階層の月詩目を指すことは明らかであり。 他の階層との混同の恐れはなかった。それが、月詩目が、ネズミ目となることによって、ネズミ類という言葉が示す。可能性のある階層の範囲が、目のレベルにまで広がり、混乱が拡大されたという側面もある。つまり、旧来の要例ならば、例えば、月詩類に、ネズミの類、リスの類、山嵐の類が含まれることは、容易に認識できるが、 新しい要例でネズミ類とした場合、これが競技のネズミ類なのか、リスや山嵐の類をも含んだ概念なのかが把握しにくくなってしまっている。この分類名の改定は分類学の根本理念に対して十分に配慮した上でのものではなく、また平異化にむしろ逆行する部分もあることから、学会内でも現在なお議論が多い。現状では、 旧来の漢名をそのまま用いたり、新しいカナナと併記したりする例も多い。日本哺乳類学会、木名問題検討作業部会では、基本的に従来の漢字名で統一すべきという論文を発表し、事実上、用語集の再改定を求めている。魔獣類の分類は、輪廻以来数百年にわたって、特に目以上の単位では、滅多に変動することがなかった。 しかし近年、哺乳類の分類学はかつてない勢いで、刷新されつつあり、ほんの10年か20年前の知見が、ひどく時代遅れのものとなる状況が生まれている。この状況を生み出した要因の一つは、南半球を含む、様々な現場での化石発掘調査の著しい進展である。例えば、最古の新珠類、有体蛮類には含めないことが多い。 エオマイアスカンソリアの化石は2002年中国は遼寧省で発見されたがこれによりこの化石の推定年代である1億2500万年前白秋前期にはすでに原始的な魔獣類が発生していたことが明らかとなり魔獣類の歴史は一気に4000万年遡ったもう一つのさらに大きな影響を及ぼした要因は分子生物学とりわけ 遺伝子配列解析という新しい手法の出現と流行である。これは動物の細胞内にあるミトコンドリアや核の DNA における塩基配列を調べ、グループごとの類縁関係を統計学的に明らかにしていく手法である。このアプローチにより魔獣類の系統時はかつての形態学的な研究によるものとは幾分異なった形で再編成されることになった。 遺伝子研究による分類では、原生の魔獣類を、系統的に近いと思われる物事に、クレードにまとめた。クレードとは、分類階級、綱、目など、を特定しない表現で、階級を割り当てるときは、上目とされることが多い。原生のものは、この新しい分類は、従来のものとはいくつかの点で大きく異なっている。例えば、コウモリの仲間は、解剖学的な特徴から、 従来はサルメなどと同じ大グループ、上目に分類されていたが、遺伝子研究から得られた知見によれば、食肉類やクジラと同じ大グループということになる。また、従来のモグラ目、食虫類は、トマリネズミやモグラからなるメインのグループから、アフリカに分布する、テンリック類と、キンモグラ類の小グループが分離されて、前者はローラシア獣類、後者はアフリカ獣類と、 二つの異なった上目グループにところ属することになった。例えば、哺乳類が様々な目に分化し始めたのは、従来の化石研究では恐竜絶滅後約六千万年前のことと考えられていたが、遺伝子研究によれば分化そのものは約一億年前にすでに始まっていたとされる。また、前述の最古の新獣類エオマイアの発見は、原始的な魔獣類は、 従来の説よりもずっと早い時期に出現していたはずだとする分子生物学者の主張を新たに発見された動物化石が裏付ける形となった幸運な例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。